はい、どうも、まさみりょうほです。で、今回ね、これな、なんだろう。オノマスターっていうのを見かけて、これ、私の好きなね、このね、チキンラーメン公認、ひよこちゃんキャ、ひよこちゃんキャンピクッカーね、これひよこちゃんが好きでね、チキンラーメンの、なんか、そのね、丼とか持ってるんですけど、今回これがついてて、これがですね、1090円だったんで、まあ、なんとか買えそうだったんで買って、このね、アウトドアに使える、このちょっと大きめのね、このラーメン。なかなかこの、ラーメンが入るよ、インスタントラーメンが入るような大きさのってなかなか売ってなくて、売ってても2000円、3000円とかするんで、こんな風にしてね、チキンラーメンでも料理できるっていう感じなので、ちょっとね、早速買ってみましたということで、オープン！こんなね、ちょっと大きな箱。ね、すごいですよね。こんな大きな箱が入ってましてですね。いやー、開けてみます。ねえ、これ。どうでしょうか。可愛くてね、いいかなと思いますね。はい。カッターの方ね、開けてみますね。出ました。おう。はい。こんな感じですね。顔と比べたらこんな感じ。私の顔でも隠れるぐらい。で、このひよこちゃんのね、この顔、かわいいですよね。こんな感じでね、やってますね。持ちやすいんで、まあ、持つときはなんか、顔の手袋がなんかいると思うんですよ。これで料理していけると思うんでね。またこれでもちょっとローリとかも作っていきたいと思うんでね。めっちゃ可愛い。これは安いと思います。はい。クッカー結構するんでね。はい。これはね、すごく良いものをね、ゲットしたと思うんでね。こちらの方また、いろんなあれで。まあ、こういうふうにしてね、ひよこちゃんキャンピングクッカーってね、この使い方とか、あとね、いろんな料理かな。うん。こんな風に使いましょうっていうね、レシピも入ってて、あとはいつも通り、いろんなキャンプグッズとか、ね、こういう、いろんなね、情報が満載ですね。はい。中身をちょっと見せると、やばいかもわかんないですけどね。はい。ということでね。まあ、事業はまたね、このひよこちゃんのチキンラーメンのこのね、かわいいポーチですよね。こうやって蓋をも押さえることができるみたいなこと。こんなんが入ってるんでね。ちょっと、そう、ぬいぐるみ系あんまり買わないんですよ。私すぐドロドロにしてね、汚しちゃうんで。うん。でも今回こんな感じになってましたよっていうのがね、ありますね。うん。こんな感じかな。うん。まあ、事業に関してはね、このソロキャンプね、スタートブックっていうのがね、なんか、特別号ね、特別号でスタートブックがあるんですよね。こういうのもね、なんかね、楽しそう。550円で、絶対に揃えるキャンプグッドが紹介してるんでね、まだ今度ね、なんか本屋さんで見かけたら買おうと思ってます。そんな感じでした。いかがだったでしょうか。それではまたごきげんよう。またね。